待つ男はマオリの戦士ナコスパイン。赤の陣、元世界ミドル級チャンピオン、 180.4cm、 71.0kg、 バンゲリングベイ所属、ニッタアクミ。青の陣、 170cm、 70.9kg、 ニュージーランド、ナコスパイン。赤の陣、戦初登場、新田明臣。さあ、相対する青の陣はニュージーランドのナコスパインです。セカンド、ラウンドワン。さあ、試合が始まりました。このグレーのスパッツの新田、戦初登場、蹴りを返していくスパインです。ドリブル、そして膝も重い。さあ、布施さん、はい、楽しみな選手が戦にやってきましたよね。そうですね、ちょっと新田選手動き鈍いですね、まだね、序盤ですからですかね、はい、国内では約2年ぶりの試合ということですからね。これも増田選手、はい、ファンが新田が帰ってくるのをこれ待っていったのが場内の熱で分かりますよね。そうですね、すごいですね、ファンが。さあ、それに応えなければいけません新田。そうですね、何しろ布施さん、はい、やっぱり再び K1 ワールドマックスに出場を目指していますから。そうです、はい、ここは落とせない一戦、絶対落とせないですね。さあ、蹴りは見えているか新田、ハイキック左を一つ空振りしました。昨年は、ヨーロッパの K1 ワールドマックスとも言われています、あのスーパーリーグですね、はい、その大会の中で戦いを繰り広げてきました新田です。最近の新田を布施さん、どんな風にご覧になってますか。はい、まあ、最近、まあ、ずっとヨーロッパは主戦場だったんで、まあ、ビデオですと僕も残念ながら見てないんですけども、はい、まあ、海外の強豪を相手にですね、まあ、一歩も引かないと言いますか、やっぱり、世界の舞台に出ても全然遜色のない、選手であるってことは証明できたと思うんですよね。はい、共に身長 180cm、 今コーナーに詰めていきます新田、プレッシャーをかけていく。ニコラスパインが詰めます。増田選手、はい、このスパインなかなかパンチが重そうな印象がありますが。そうですね、すごいコンパクトですよね。こちらはシュートボクシングのエース、尾形健一と2度の対戦がありました。布施さん、バーリトゥードのルールでも戦っているんですよね。ラスト1分、その時は引き分け、はい、そして、今年の2月ですね、はい、シュートボクシングルールでは、敗れてはしまいましたが、全然しましたね、はい、ローキック、ミドルを返したスパイン、ちょっとバランスを崩しています。コンビネーションを入れていく新田、ここはブレイクです。残り時間30秒を切ったところ、ローキック増田選手、この右のロー新田いいですね。いいですね、効いてますね、効いている。今日すごく動きいいですね。あ、そうですか、つながってますね、つながっている。もうパンチもらっても全然止まらないんで、必ず返してるんで、はい、ラスト10、しっかり相手の蹴りもガードしています新田。鋭い視線で見据える、パンチで詰めていきます。あ、布施さん、これスパイン、下半身への攻撃嫌がってますね。いや、もう左足完全に効いてますね。あ、ダウンは奪いませんでしたが、追い込みました、ローキック。第1ラウンドが終了しています。布施さん、もう少しでこれダウンを奪いましたよ。いや、あと5秒、あと10秒あったら間違いなくダウン取ってましたね、倒れてましたね、はい。さあ、今セコンド陣からマッサージを施してもらっています。新田明臣、赤コーナー立ったままで第2ラウンドを待っている状態です。セカンドアウト、セカンドアウト、ラウンド2。さあ、ラウンド2、中盤の第2ラウンドです。第1ラウンド終盤にはローキック、この右のローでダウン寸前までスパインを追い込みました新田明臣。非常に人気のある選手、
そして思えば布施さん、はい、このスパッツですね。そうですね、キックのトランクスではありませんね。やっぱり戦に上がるってことでの意思表示なんじゃないでしょうかね。新たな新田の姿を見せてくれています。対するロングスパッツのスパイン、今も増田選手歯を食いしばりましたね。はい、効いてますね。ハイキックも合わせます。右のロン、スパインの左足に完全に照準を合わせた新田。もう一つ、うまいですね。上下に散らしてちゃんと攻撃してますね。そうでした。スパインの一発は怖いが妙な一発をもらわなければ大丈夫ですと語っていた新田。ここまで安定した試合運びを見せています。スパインの方はだいぶ上半身も頭が下がるような感じになっている。ローキック体を合わせます。新田動きは完全に止まっているスパイン。増田選手、もうこれチャンスですね。チャンスですね。新田君らしく最後入って決めてほしいですね。あ、やっぱり武器がありますからね。豪快なハイキック、新田明臣武器として持っていますが、今日はローキックが冴えている。これです。桃のあたり完全に破壊できるか新田。チャンスは続いています。いや、もうスパイン完全戦意喪失してますね。防戦一方になっていますよね。はい、相手の気持ち、体とともに手し折るまでは新田。もう少し、あ、苦しそうなスパイン、詰めていく、ロキック、もう連打連打、ローの連打です。ラスト1分、いや、もう倒れないのが不思議ですね。そうですよね、はい、残り時間1分を切っている第2ラウンドです。ナーコースパインは倒れません。いや、逆に増田選手ちょっと驚きますね、はい、頑張りにも。しかし行った、ダウンを奪いました。立てるかスパイン、立ちました。シャノン選手はあと1回のダウンで KO 負けとなります。お聞きの通り、あと1回ダウンを奪えば新田 KO 勝ち。ローでいくか、ハイを出すか、パンチも混ぜる、右のロー、スパインが布施さん、ここからパンチですよ。そうですね、必死ですね、必死ですね、はい、日本での連敗は許されませんからね、スパイン。ラスト10、残り時間10秒を切った。細かいパンチからのローキックの連打、スパイン耐えているが、ゴングが乱打されました。布施さん、これはダウンではない。2ラウンド2分59秒、ダウンですね。2ラウンド2分59秒、はい、ナックアウトによりまして2ラウンド2分59秒。増田選手、はい、残り1秒というところでしたね。勝ちました新田選手には勝利者ショートルフィーが出ます。復活って感じですね。そうですよね、今も豪快に口に含んだ水をブーッと吐き出しました新田。いや、布施さん、はい、スパインのあの驚異的な粘りもあったんですがね。そうですね、最後猛反撃をね開始しましたからね。はい、ダウンを一度奪われた後でしたね、はい、しかしそこは新田明臣、もう一回 K-1 出たいんで応援してください。で、今日ちょっと盛り上げたいんで、なんかパクリっていう声もあるんですけど、 3,2,1 でマックスマックス、ほら行くぞ、声出せよ。3、2、1、マックスマックス。ありがとうございました。勝ちもだから久しぶりってことになりますね。そうですね、もう2年ぶりぐらいですよね。その辺はどうでした、その戦ってて相手の印象。相手の印象はやっぱ相手がうんぬんじゃなくて自分なんですよね。全部自分がちょっと打ち込まれちゃったりするのも全部相手によって自分がただそう自分の気持ちがこう 弱かったりするんで、そういう部分だと思うんで、やっぱ試合終わってみてやっぱ自分なんだなってこうつくづくだと思ったっていうか、コンディションも良かったですけど、やっぱ試合内容的には良くないですね、はい、倒したとこはイメージ通りですけど、やられるとこもやっぱ自分の弱気になった部分のイメージ通り、またちょっとガンガン行きたいですね。